ヤッホー、今から始まります。気をつけ、よろしくお願いします。今日はフェイスブックの話題からな。ちょうど3年前の今日かな。なんかおしっこば夜中に匂いくから、カツラから近くの病院連れて行かれてみたいな。それが22日やったんかな。で、なんか医者が大笑ってして、なんか数値がすごいでかかったから、大至急大きな病院行くんで、言って、急性期。よっちゃんとかグリムが入ったところ、そこ紹介してもてみたいな。で、このフェイスブック出してる時は、これフェイスブックやな、その不在者は急性期病院で待ってる時に、なんかそれを俺が作って出したんやね。だからこう、運命に逆らわずな、自然治癒力に全身全霊。俺その時からさ、もう薬は飲まないって言うんだけど、まあ無理やり飲まされてるところやるけど、まあなんか自然に逆らわんとみたいな。で俺覚えてんねん、この時にな、健全な肉体は健全な精神に宿る。普通はなんすよ、健全な精神は健全な肉体に宿るやねん。でも俺精神はこういつも大丈夫やからみたいな。で、健全な精神は健全な肉体、俺逆やな、健全な肉体は健全な精神みたいなところが、俺今体温とか血中とかがすごい低くってんっていうことは、人間界にこう期待したり関与したりはするから、喜怒哀楽がすっげえ激しいみたいな。だから期待するからショックを受けて、みたいなのがあって、それ今やから言うと今年2回死にかけたみたいな。でやっぱりそれは自分自身のメンタルがこう必死になるからかなみたいなのがあって、要するに精神面だけでは歯が立たぬなみたいな状態で、でこのほらちょうど検査を受けてる時に、桂にさ、グリムが東京頑張るまで、出るまで俺頑張るわみたいな、これ多分2019年やと思うからさ、3年前やから。ほんで俺がさ、いや出るかどうかあれへんけど、出れへんかったらすぐもう死んでまうかもしれへんな言うたら、めっちゃ怒られた思いたいね。劣化のことこう怒られてみたいな。でさっきもそうなの人さ、あいつ出てへんもんな、俺今生きてるもんな、みたいな人大笑いしてたけどな。だから要は、今、俺がもう全身全霊せなあかんこと、ってか絶対せなあかん。だから俺の中に、がん対象っていうコーナー、めちゃ親しい、アホ仲間がおるわけや。だからそいつがやっぱり、俺体温34度になった時に、めっちゃ死にかけてやる。俺以上に癌対症の方がしんどかったやと思うね。35度が続いて、一回死にかけて、次34度になって、みたいな。で、すごい増殖してて、みたいな。だから、とりあえず、俺は体温絶対行って、この納得系持っててやってるやんか。体温と、血中酸素の濃度な。今 98% かばっかりもずっと。で、体温もこう気抜いたら35度台になるから、またこう膜不思議パワーを作るね、こうやってガラッて、それをこうここからポンと入れるんやけど、その話を温熱の先生に言うたら、すごいことやって、それも医学的にはそんなんがあり得るって言って、でそれがこうパッとできるようになる、パッと毎日やってるみたいな、
それってすごいよ、医学ではなかなか説明できへんけどみたいな話をされてみたいな。だから俺は今低体温がやっぱ一番あかんからっていうことで、だから低体温と酸素どうこうみたいなのやるから抵抗力がすっごいないね。だからこれ普通やったらこう寝たきりでとか、起きられへんかもしれんけど、もう記録でも取ってみたいな。だからなんか目の前のこうどうこうでみたいな。みたいなんで、こう、ああ、カツラが泣きそうになってて、みたいな。俺はこう、まあ自然になんねんから別に逆らうこともないやないか、みたいな。で、この時が言うたら、別にガンどうこうしたって、撲滅せへんで、ガンと友達になるで、っていうような話をして、まあ、カツラ俺らしいねんけど、カツラはもう、それどころやなかったの覚えてんねん。で、この後に言われて、ステージ3の一番悪いやつや言われて、だから俺が言うたんが、今までどれぐらいか1万人ぐらいかな、俺なんとしよう、おそらく一番と違うかな、みたいな、やったーみたいな喜んでたの覚えてんねん。アホや。な、そういうような3年前や。だから、で、俺言うてん、その同行の時に、もう担当直入のは、絶対生きられんのは何年って言ったら、3年は絶対大丈夫やって言われたから、今日で3年やね。だから3年生きたから、まあ、ええかな、みたいな。それと、我が人生振り返った場合な、俺さ、今もそうやけど、睡眠2時間ぐらい、レム睡眠が2時間ぐらい、4時間ぐらい寝てんのかな。で、レム睡眠、だから深い眠りが2時間ぐらいあればええかみたいなな。まあ3時間ぐらいに増やさなあかんねんけど、4時間。だから睡眠時間、今は4時間ぐらい、ちょっと前までずっと3時間とか、睡眠、俺食べへんねん、めっちゃ小食やから。寝えへん、食べへん。だから、俺昔の夢は畳の上で死ぬ。たら嬉しいな、みたいな。まあ、ベッドの上で寝ねで、みたいなやったんやけど、まあ、で、俺は、周りも思うとった。多分、嫁も思ってるわ。60ぐらいで死ぬって、みたいな。で、俺、仕事関係の人、みんな死んでいってんねんか。あ、でも、そう考えたら、おい、よう、寝えへん、食べへん。よう、それで生きてたな、みたいな。だから、まあ、長生きしようとは思えへんけど、まあこう、力の限り生きたいみたいな感じな。で、で、こう、最近の我が生き様や。な。だから、Facebook から YouTube へ移行したやん。でも、一番メイン、Facebook はなんでやったんって考えてん。まあグリムに進まれて、あ、ドームや、ドームに進められてやって、みたいな。YouTube はグリムに進められてやねんけど、まあ、初めはそうやけれども、メインは何やってやってるうちに、俺はだから、宝の原石を探したいっていうのがメインやってん。だから5000人になったらガラガラポンして、またなんか増えたらガラガラポンして、みたいな。アホちゃうか、みたいな。それも均等にせなあかんことで、全員ゼロからして、みたいな。そんなこと3回ぐらいやってると思うわ。だから自分流でやってきたみたいな。で、もっと分かりやすく言えば、 Facebook っていうのはな、宝の原石探しちゃって、 YouTube は、まあ、恥ずかしいけど夢家族探しやってな。で、発想を転換してピッて。な、どういうことかって言ったら、理想を追い求めたらあかんみたいな。だから影武者って俺呼べへんなってん。夢ちゃんと呼べへんなってん。だから俺の理想や、あ、影武者がおったらいいなとか、あ、なんか夢ちゃんっていう子がおって、この指止まって、そんな子が、当然影武者もこの指止まるやん。みたいなのが俺の理想やん。それをな、押し付けたらあかんねん。みんなそれぞれ違うから、みたいな。だから夢家族をこう頑張って育てる赤にその発想としてな。だから誰かこう、今日 Facebook で書いたけど、
誰かも同じようなことを言うてました。なんかどこか講演会行ったか知らんで、ふざけんな、ほんだれと。俺は俺やからみたいな、何にも分からんと。多分、なんか、友達は量よりも質です、みたいな、誰でも言うことや、みんな。お前だよね、みたいなもんやねんって。俺、昔、もう何年もバッと長いやったら、俺にそっくりや言われたやつをふざけんなと思ってたもん。今でも嫌なやつやでええねん、別に。いろんなことがあって、相手のことを思ってやるんと、一般的に綺麗事で言うんとは全然違うねん。だから、この指止まれっていう精神はどういうことかって言ったら、分かりやすく言ったらな。はい、丸坊主。たぶんな。ドーム、メロ、グリム、俺のトランポリンの生徒、スノーボードの生徒、全員したと思う。わけわからん。はい、わかりました。今、怪しき面生んだ。はい、丸坊主。はい、絶対すると思うわ。これやねん、この指止まれって。でもな、今、ええね、人間界は、自分を持ってるから、いや、こんなんしたら、いや、私はしようと思うけどね、仕事からね、いや、お父ちゃん、いや、娘、いや、んなこと考えたら、みたいな思うねん。ええね。だから、自分を持ってるから、全然バレやねん。だから、何言うても大丈夫やねん。みんな自分を持ってるから。だから、俺は逆に、言い方変えたら、塾の時に、お前パンツで、この周り一緒や言うて、なんかちょんぼして、パンツ一緒で、ああ、分かったって止めたやめてんねん。あいつらは止めてくれると思ってないんで。言われたからパンツ一緒で言うたら、俺が笑われるやん。だ俺も、例えば普通のことでそんなん言うたりせえへん、絶対に。俺昔賭けしたんが、夜中の1時に、多分10分間電話して何人来るか。でしょうもない、俺は負けん、俺は人間かねえと思って。で、10分間に電話するわけんか。で、電話して、あれ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 、今、南のグリーンアップルにおるわ、待ってる、はい、みたいな。10分やろ、20年ぐらいかけたんかな。ほぼ全員来たん違うかな。一人はな、金沢におって、一人は岡山におって、二人とも来て、とぶがいに帰った覚えてんね。だからもうそんなことしたらあかんと思ってん、俺。ただ、しょっちゅうせえへんで。めったに言えへんけど、俺から電話を持った。大変やけど、絶対行く、みたいな。嫌やけど、絶対行く、みたいな前に、ね。喜んで行くのって近めで、ええねん、全然な。多分、ドームグリムもそうやんか。何かかった？俺が呼んだ。ドームに電話した。あ、グリムに電話した、みたいな。おい、夕方空いてるか？わかりました！言うて、ポッと来よるやん、みたいな。新幹線乗ってやで、アホやんみたいな。これがこの指止まりやねん。だから、今人間界で言うても大丈夫やねん。そんなんするやつはおれへんから。だから、俺は諦めてどうこうと違うねん。俺は、俺のそれがスタイルやねん。だから、スポーツやっても強い。だから、勉強やってもできる。いいねん。でも、一般のやつは強すぎねん。これみんなが雇ったらみんなスポーツ強いんだねん。みんなどうこうできんねん。だから、俺一旦決めたら諦めへんねん。昔は俺のためやけど、今は自分の愛する人のためや。な、だから、それが今言うのは、例えば、夢家族、入りたいと思って頑張ってるのは嬉しいけど、ごめんなさい、ごめんね、いらんねん、もう、お願いやから謝らんといてって言って、自分自身にうわ、くそーって責めんのはええけど、俺に謝れたら俺が強制してるみたいに、俺何回も言うやん。だからもう俺の言葉って全然効力がないことやねん。俺別に夢家族を増やしたい思ってないから、たった一人でもそんなやつ来たら嬉しいな、みたいな。例えば、口細ちゃん。今日餌やったんやさな。ほんのちょっと。そしたら3匹がパッと食いに来てん、パッと。でも、ちょっとの量やから食いに行けへんかったら全員が当たれへんねん。鬼みたいなやっちゃう。いいね。これしばらく続けんね。必死になれ、みたいな。餌もらえるんが当たり前と思うな。今までは餌やりすぎや、やりすぎやって怒られたけど、今は鬼になって、それで死んでしまった。仕方がない。俺とこ来たんが運命やと思ってるからな。まず従え、みたいな。
アホ丸だし、そうやねん。だから、俺の常識は世間で非常識やねん。そういうの女に俺同じこと言うてるかどうか、ふざけんな、みたいな。一緒にすんな。嫌なやつや、俺。な。みんな綺麗事言うたら誰でも、ええー、そうや、思ってるやんか。でも全然ちゃうやつばっかりやもん。人には講演会では綺麗事言うたって現実全然違うとかな。もうそんなんばっかり見てるから、人にこう、説教する。それお金払う。儲けて説教してる。ほら、お金に絡んだりどうこうしたら別やけど、利害関係なしに言うてくれて、ほんまに心からどう思ってるか、みたいなな。俺はもう、限りなくゼロに近いと思ってんねん。超嫌味なやつ、平気やもんね。だから、なんていうかな、この Facebook 通じてさ、じゃあまあ、人に言うときでも、多分よ、女の人が自分の娘の話ばっかりする。娘の自慢とかどうこう。もう聞いててすっげえ聞きづらいからな。まあ、例えばおじいちゃんが孫の自慢ばっかりするかって、はいはいはいと同じやね。自分の息子を娘の自慢するっていうのは聞きづらいね。でも俺、こう、そうかもしれんけど、俺は子供のどうこう通じていろんなことを伝えたいっていうのが一番やって。だから、紫綬褒章をもうたからどうこうしてるわけないね。優勝した、金メダルを取った、じゃあ、その過程がずっとあって、結果としてついてくれてるから、みんな見てくれてると思ってんねん。だから、Facebook はいいねしてくれた人は、もう全部お誕生おめでとうってやっとってん、俺。それぐらい、こう、仲間、それがな、例えば、5000人からが500人に減らして、で、次100人に減らして、100人は全部誕生日覚えてる、100人は全部いろいろ調べなあかん。ほんで、いいねしてくるから全部シールつけんねん、ずっと。毎日 Facebook したら3時間かかんねん。で、俺、ちょっと女の子とちゃんの時に、鉄道って言うてさ、怒って帰ったら覚えてんねん、俺。いいねしてくれ、全部つけないで、大変やで、みたいな。そんなことずっとやっとってん、俺。もう、アホ丸出しや。でもな、そんな子をずっとやってたら、Facebook いいね、ヒューっと見て、あれ？誰々がいいねない？どうしたんやろ？とかがわかるようになる。慣れってすごいなと思って、あ、これ特技かな。人をバーっと見たときに、あれ？誰々が来てない。あ、誰々来てる。あ、よかった。あ、誰々がおかしい。あ、今日遅いなとか、そんなのわかるね。だから Facebook っていろんなことを教えてくれんねん。面白いやろ。これは本当にそう思うねん。で、発想の転換するっていうのは、俺の自分自身、わがまま主義は、普通のやつには理解できへん、できへんねん。理論ではできてくれていいねん。でも実際は違う、みたいな。なんで、みんな自分可愛いから、俺には従えへん。それでいいねん。だから俺たった一人でもええ、みたいなな。だからほら、俺、よっちゃん亡くなったら1年間ぐらい会うてや、みたいな。M ちゃんがなかったら3ヶ月ぐらい桂が元気じゃない。みんなそうやと思うね。自分の大切なものがなくなった時に、ああ、みたいな。今、俺が亡くなった時に、泣いてくれる人はおるかもしれんけど、もう1週間もしたら忘れてる、みたいな。心にぽっかり穴が開いたにはならんな、みたいな。だから今考えたように、自分自身が、もし誰かがすぐ亡くなった時に、ふぬけ状態になる。これで言うたら、カツラであり、グリムであり、ドームであり、あとは、そんなにこう、ないやん、みたいな。だから、そう考えると、まあ人間ってこう、覚えたり忘れたりどうとろこうとろみたいな。昔墓参りなんか絶対行く嫌やったからな。今自ら行って喋ったりどうこうしたりするみたいな。だからな、強制はせへんねん。今の年俺なんて今グリム見てたら俺みたいやもん。どうもちゃんと電話かかってくる。でも桂におめでとう電話だかってかかってくるわけないやんか。そうやねん、成田隆がそうやったから。でもな、
ちょっと前かな、なんかで、ドームが、じゃあ、グリムが、俺の生年月日を聞いたらしいわ。なんか、桂がさ、そんなんも覚えてへんの。俺は絶対7月17日は覚えてる自信があるね。ただ何年生まれか。1949年とか、昭和24年を知らんかっただけという自信があるね。ちゃうかった、ショックやけどな。だからは、グリム2月1日、ドームは9月22日、桂は11月23日、メロは10月、それ全部言えるわけやんか。だから今で言うたらこう、明日、チェンマヨイジの誕生日や。でも俺、言えへんもん。でも次はってないねん。来年言ったら多分、2月か、2月の9日に、ドローンが誕生日かな、みたいな。その8人はしっかり覚えてるもん。今までは全部、ということで今はまああんまりほらお誕生日せえへんやん。昔は全員にいいね、仕事しに全部お誕生日を見といたら今度詐欺被害になったりとか、めちゃめちゃ親しいと勝手にその写真見たら思ったりするからみたいな。で、やめたんや。だからそうやっていろんな経緯があるけど、俺自身はやっぱり俺らしくってなってきたら、ふてくされてどうこうするわけやないねんけど、こう何事にもこう楽しみを見つけていくみたいな。ただ人間っておかしなもんって、人の自慢とかも聞きたくないし、みたいな。失敗談は面白いし、みたいな。でもやっぱり家族愛は大切やでし、でも誰かが家族愛の話をしたって聞きたくないもんな。みんな分かってるからやね。家族で一番大切分かってるから、そんないちいち言うていらんねん。例えばどんなことがあっても、いや、忙しい、忙しい、言うても、お父ちゃんが倒れた、お母ちゃんが倒れた、ピュンって行くやん。子供が、交通事故起こった、ピュン行くやん。今俺、なんかなっても急に、わあ、来んやろ、みたいな思うてもな。まあ、桂には言うてんねん。俺もし死んでも内緒にしとってな、みたいな。密葬って言うとおかしいけど、誰にも言わんといて、みたいな。家族以外は、みたいなな。それはもう昔からやもん。だから、昨日今日に変わったんちゃうねん。Facebook の時には、ああ、みんなすごいな、すごい成長してるな、びっくりや、わーって言うてんねん。例えば、打てば響くでもな、いいね、林を早いとか、コメント早いとかであって、俺自身が生き様に関してこうやるぞ、ではないね。一発試験やるぞ、みたいな。わかりました、みたいな話に。いや、別に今、興味はないけど、言われたからやってるけど、いや、別に1ヶ月言うたやんか、もうええわ、みたいな。それが現実やねん。大概はやれへんけど、やったとしても、え、言われたからやっただけで、別にそれを取りたいとは思ってない、みたいな。俺違うねんか。俺はだから、大好きなやつが、まあ俺だったら息子やな。誰でもいいねんで。桂でも誰でも、自分が大好きなやつが何かするときやったら、俺も一緒にやる、みたいな。そういう生き様やねん。なんで家族のように家族と思ってんねん俺。でもな、何でもかんでもどうこうではないねん。例えば桂はこの人の前が止まらへんからな。だからみんな勘違いしたらあかんねんって。桂はこの指止まれへんよ。止まれへんけど俺のことは思ってくれてるみたいな。種類が違うねんか。で、ドームやグリムは今止まったらあかんねんもん。だから例えば、Facebook いいね来た。今はしてへん。ええねん、それで。みたいな。でも、ある時期を経て、俺のこと分かってたら、それでいいねん。でも、例えば、俺の、まあ、子供の話に、トランポリンの生徒がおる。な、とか、あと、スノーボードの、まあ、オリンピック目指すやつで、とか、そういうやつは、俺のこと、今でも分かるからな。一個も変わってないから。でも、そういう、こう、言い方変えたら、同じ釜の飯を食ったみたいな時期があればやね。でも人間界は、ちょっとそれが難しい。年に一回はどうやっても、もう半分以上遅刻してきたりとかな。ああ、とか。それは夢会やるときでも、集まれへんもん。時間通りに。でも俺は時間に厳しい。俺がずっと妥協していってて、みたいなな。でも、やっぱり、この間も新年の挨拶とか誕生日って言うたけど、やっぱり嬉しいものは嬉しいみたいな。あ、まあ、例えば、こうやって、
これを通じて言わせてもらうと、もう青森からな、もうすっごいリンク送ってくれたりとか、みんな知らんねん。だから俺、日の丸ってやつやねんけど、まあなんとか、あと仙台から書き送ってくれたりとか、たまたま偶然やってんけど、これねーってみんな元気かみたいな、そう、歌詞送ってくれたり、そうやってこう、頭の誕生日を分かってくれてる連中がおるっていうのは、すげえ嬉しいみたいな。だからこう、優しい言葉よりも一つのものかもしれん。伝われへんねん。でも、桂には俺言うた、高校でドローンと、めいちゃんって一緒に写真撮った子おるやんか、子からお誕生日おめでとう言ってたよって、ありがとう言うといてね、みたいな。ちっちゃなことかもしれへんねんか。ほんで、やっぱりクリス、誕生日イブの日に、まあ、勤労感謝の休みやからさ、一緒に遊んで、カラオケ行かへんかったんか。怪しきかねんもんだな。なんとかこう祝わしてやっていうことで、昨日カラオケ行ったからな。昨日晩に7時ぐらいから11時までカラオケ行ってみたいな。それもな、怪しき仮面軍団の桂と一緒に誕生日したいと同行があってみたいな。楽しかったやろ。本当はもう2時間打ちたいけど4時間打ってんで。な、みたいな。で、その話は、じゃあな、例えばじゃあカラオケ行きました。前もカラオケ行った。でもな、そこで、桂にカラオケ行こう、行けへんねん、絶対に。それを行くように、どう努力するかやね。それがここやね。な。何事にも楽しみを見出す練習せなあかんねん。だから、こう、例えば、嫁とカラオケ行きました。楽しかった。やった。はいはい、分かった。になんねん。でもそこでな、俺はどうしたかって言うたら、普通はカラオケなんか行ってくれへんねん。な。この指止まれへんから。な。で、どういうことかって言ったら、これちょうどほら、いつもの公園、これ桜の葉っぱやで、すっごい綺麗かってへんで、まあこれこう。で、どういうことかって言うたら、一緒にカラオケを楽しもう。どうしたかって言ったら、前行くときは何年代のやってんけど、このか勝つなら好きに適当に入れんねん。で、交代ずっとしてたら、俺が歌われへんかった曲とか、グリムが歌ってた曲、例えば、花束の代わりにメロディーをと、香水はグリムが歌っとってん。それと、We are。 あれ？1、2、3、4、5、6、7、8、9。あれ？ We are！ ないで。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あれ？ We are も11曲やってたんだな。We are ってなんかあれやんか、ワンピースの。ほんで、音って、アウトやったペケなんや。で、アウトやったんかな。カイトペケやってん。で、ベインペケやってん。で、We are！ この3つペケやってん。例えばレインって、俺このなんとかモーたやつや、ドームの友達の、なんかピエロみたいな格好してするやつおるやんか、名前知らんわ、よい心も知らん、なんか子供の始めちゃう、世界の終わりな、なんかそんな、なんかようなやつが歌ってるやつやんけど、なんとか虹が、なんとか雨が止んだら、それかって、普通に雨がやんだ、ペケみたいな、ここは雨、映画と、うわってことなのか、雨、映画、アウト、みたいなぐらいに厳しいね。で、レイン、アウトなって、たった一箇所、そこだけ変え、みたいな。で、カイトは3箇所ぐらい間違えてるから、もっと聞き直せ、みたいな。で、ウィアは音程がアウトやってんけど、なんとか、You wanna be my friend の前に、なんとか、コイン一つ、なんとかのところが違う、みたいな、またアウトや、みたいな。グリムが歌うから、全部アウトや。あとは、香水をいけてるな、花束の代わりにメロディーをいけてるな、みたいな。これ、グリムが歌うやつや。男の歌な。で、ビューテル、これめっちゃ高音やね。
スーパーフライで、これもスーパーフライかな。ラブ、これはあと、嵐やね。で、これ海の声みたいな。で、こうみたいな。じゃあ11曲や。だから3曲アウトやって。またやり直しや。で、今日はどうしたかって言うたらさ、桂がさ、適当に選ぶねんけどさ、月間30年のうちの、どれが一番歌われたかっていう曲をなんか、新しいわ、そんな。あれ。外にもポスターにも書いてあったけどさ、それがな、次これやってん、第2弾や。一番ようさ、歌われてる曲、みたいな。残酷な天使のテーゼが一番歌われてんねんて、みたいな。カラオケでもダムと、もう一個あれやんか、なんか。今までずっとダムやってんけど、昨日はなんかもう一個ちゃうやつやってん。なんか、長い方の名前の女、忘れた。ほんとこう、30年周年の、どれが一番か、みたいな。残酷な天使の、残酷な天使のなんとかやつや。小さな恋の歌。花水木、チェリー、奇跡、糸。このサウダージなんて、この聞いたことないわ。名前も知らん。誰が踊ってるかも知らん。一般で。未来予想図。天体、うわ、これ俺、3ヶ月でかかってん。この天体観測を80点出すまでに。もうめっちゃ覚えてん。でも、にゃん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 の最初の曲や。アイラブや尾崎豊かな。で、これ、歴代の10位やね。で、今度、これを覚えたら、桂に行こうって言えんね。でな、あれ、いつやったかな。10月の18日に行ったとき、なんか行ってん。その時に券くれてん。で、それが3ヶ月以内。だから1月の18日までに5回行ったら、もう一回フリータイムが無料になる。ってやってん。お、これ使えるなぁ、言うて、1回、2回、今日で、昨日で3回目や。あと2回。あと1月の18日まで2回行ったら、無料でできる、みたいな。桂が言うてん。そんなん、いちいちどうこうしてたら、かえって高いやんかって、ええやんか、みたいな。昨日2時間の予定が4時間やったからな。で、これを覚えなあかんねん。で、またやらなあかんの？みたいな。でも、一箇所間違ったらまたアウトや。わかる？適当に歌える。あ、ここ覚えていいね。アウトやからな。アメ映画アウトや。アンメ映画と言わなアウトやからな。それ、ジャッジ厳しいね。だと、一生懸命なるやん。で、前の時言ったら、勝つなんですけど、カイトってやつは、オリンピックの時から天皇陛下に歌ったやつかな。天皇に歌った曲でみたいなのわけわからんけど。で、今、カイトって、グリムが、カイトボーディング興味あるから、おお、これじゃあ覚えようかな、みたいな。で、これ、10曲やん。で、今度のは、桂がこれ代して、みたいな。で、それ多分な、これ10やんか。20、30ぐらいまで続くんかな、みたいな。これまだ、なんとか言うと、次のとか、30番なんかもう、わかんないやつばっかりやもん。え、これ全然知らんな、みたいな。例えばさ、グレイって名前知ってるやんか。でも曲なんて一切知らんからな。なんでそれって、なんやこれみたいな。グレーは知らんな。でもグレーは知ってるけど曲知らんとか。あとなんか、なんやったかな。なんか知らん名前ばっかり。でも聞いたことあるな、みたいな。スキマスイッチね。ピタゴラススイッチちゃんかよ、みたいなとか。なんかあんねん、いろいろ。でもまあ、俺のめちゃめちゃ得意とする曲入ってない、ほとんど、みたいな。だってこれ、ベスト10。あ、これベスト10やんか。ベスト10で、俺のレパートリーってないんやもん。まあ、歌ったことあるんて、糸ぐらいかな。天体観測ぐらいかな。あとないもん。でも天体観測は、じゃあ歌いましょうって歌じゃないもん。俺が弾き語りで歌ってるのは糸ぐらいちゃうかな。あと一個もやってへんやん。え？みたいな。チェリーも昔挑戦したわけで、奇跡も挑戦したわけで、80点以上だから。もうでも、もう無理やもん、みたいな。せやけど、またな。
今言うこれがこう自分自身が要は勝也と一緒に歌を覚えないちゃうねん。要は目的は何かって言うたら、何事にも楽しみを見出したいねん。あれは勝也と一緒にカラオケ行きたいやねん。なんで新曲を覚えるみたいな。だこれは例えば自分が気に入ったやつ来るやん。カラオケ行こうって言って一緒に楽しむもん。今こんなんやってんねん、お前もやれ。でも最初はこう知らんやつが来たら、俺コンサートしたらってやったりするけどな、お前聞いとけみたいなやるけど、カズラだから俺歌ったり歌ったりどうたらこうたら、まあ、よっちゃんもそんな遊び方もできるしみたいな。だから、あ、最初のね、一人カラオケバカちゃうかと思うけど、今はまた一人カラオケとか行けそうやなとかな。だから、時間がないどうこう、もう関係ないねんて、みたいな。俺なんて今ほら、頭の中は一発試験やんか。なんでこれ来てるかって言ったら、これわかる？ガン、鉄砲。ガンやん。今日ガンの話やん。だから、ガンやん。これリバーシブルやねん。前はこれ来たやんか。だから、ガン、ガンにガンかけてガンやねん、これな。だから、まり露骨に家族が言うのは、会話引いてしまうねん。当たり前のこと、家族を大切にしましょうなんて、口にしたらあかんねん。行動で見せるんはええけどな。夢は家族とどうたらこうたら、分かってんねん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 、みたいな。でもその時には、共通の話題。俺が欲しいのは共通の話題で、まあ俺はもうこの指だからは言えへんし、10人一色も言えへん。みんな10人十色それぞれ頑張ったらええねんみたいな。だから俺のハードルを下げるんやなしに、強制したりどうこうはしないってことやねん。要は理想に求めへんねん、もう。理想に近づいてこようとするやつ、まあキザな言い方したら、菩薩や。小観音、観音とか菩薩、小観音とか、言うたことあれん、如来、だから菩薩、だから明王、天とか言うたことあれんか、不動明王とか、増長天、四国天、多聞天とか。で、今言うのは、こう、ただ、文殊菩薩やけど、じゃあ、普賢文殊、誰や、あ、弥勒菩薩やけど、弥勒如来ともあんねん。北円堂、興福寺の北円堂、前奈良行った時に桂と一緒にここを見たけどな、北円堂が見れねえ、もう今見られへんで、もう時期見れて一緒に見て感動したみたいな。その時は本尊は弥勒如来やねん。で、その弥勒如来って言うとは、多分ね、35億6千万年後に、如来、あ、菩薩が如来になる。未来予想図や。36、地球誕生おいおい、みたいなな。まあ、仏教の世界や、みたいな。だから、その、弥勒菩薩やけど、弥勒如来もあるいうことやね。わかるかな？ちょっとまあ、仏像よう分からへんかったらあれやけどさ。まあ、そんなんがあって、とりあえずみんなも、如来で頑張って、仏になろうと思ってる姿、ちょっと、きれいにかっこいい、言うてきてんねんな。そんなやつに関したら、俺は、目いっぱい協力したい、みたいな。ただ、自分の夢だけでってなったら、自分の家族が自分の夢だけってやったら、俺は、応援するよ、になんねん。ただ、俺が言うてることとあると共通してたら、お、共に頑張ろうぜ、みたいなもんやね。なんか前言うたかもしれんけど、頑張ってね、頑張ってね、世間何してる、ああ、頑張ってね、頑張ってね、頑張ってね。でも、俺は、俺が好きなやつは、おい、共に頑張ろうぜ、やね。常になんか前向き姿勢になるっていうのは、多分死ぬまで変われへん。ただな、俺自身、うわ、もう39分や。俺自身ってな、
そのな、世間から見たら魅力ないね。なんでや、酒は飲めへん。タバコは吸えへん。賭け事はせえへん。な、バラエティはねえへん。追っかけはせえへん。ほんで、野球やサッカー、あんまり興味ない。まあ一応、ドイツに勝ったとかとか最低限の知ってても、詳しくは別にどうこうで、みたいな。最低限のことは分かってもどうこうどうこう、みたいな。面白くないやつや、全然世間で考えたら。だから、俺は、何言うかな。世間はそう見る。お酒は飲めへんな。でも俺、若い時とか、自分の年上の人に、俺の酒が飲めんのか？ああ、もちろん飲みますよ。飲むよ、当然。でも俺が偉なった時、俺のが偉い時は、俺の酒が飲めんか、その絶対せえへんからな。これは俺流やね。人は何と言おうと、だから一緒に連れて行ってくれって、みたいな。俺とよう似てる、ふざけんな。わがままやからええねん、別に。俺はだからこう、仲間でも必死で持てる。でも俺の答えは期待してもええ。でも俺はお前らの答えは期待せえへんと。膝かもしれへん。俺はそのスタイルやねん。だから、おい、全然話また別や。ちょっとオーバーするけどさ、怪しき仮面軍団、誘導、一日、多分、3日ぐらいに1回でええわ。今みんな乗ってるやろ。60人が交代して乗ってるやんか。で、12月に一応10人に限定するやんか。6人1人や。な？チームからって6人に1人。その時に、一本橋。3回乗れ。そして、5秒以上、6秒、7秒乗ったら丸。4秒で行った三角。落ちたペケ。丸ペケ三角でつけてくれ。で、クランク。これは、丸かペケ。3回行って全部行けた。3回行ってあかんかった。ただ、高しよ。最初はええけど、だんだん、はい、一応行くわ。さ、入る前に後方確認して、出た後出る前に左右確認してまでチェック。それはいませんでもええで、みたいな。そうやって点数つけていってくれ。バルペケ三角。で、丸は3点。じゃあ3点、2点、1点でええやんか。点数が多い方がええ、みたいな。今だから一本橋とクランクだけでええから、みたいな。だって選ぶ基準だやろ。高橋にそれも言うたけど、おめえらに言うとくわ。だから俺は、今日、最近の我が人生の生き様、Facebook は宝の原石。だから、おお、すぐにいいねして、すぐに投稿して、おお、YouTube は、夢家族探しやったんや。でもやめただけや。なんで？理想すぎるから。負担になるから。だからやめたみたいな。でも、夢家族になりたいっていうやつがおったら別やで。俺からは言わないっていう形や。だから10人取るで結構みたいな。嫌気怒ってるわけやないみたいな。でも俺はやっぱり10人一色で、200人一色やろ。それと一緒や。な。だから、表向きと対外的は全然違うみたいな。俺は講演会で言うときに、まあ結構世間よりは厳しいこと言うけど、結構誰が聞いても納得するみたいな。でも俺が言いたいときは、そんなバカな、の方が好きやねん。なんじゃこいつ、うわ、最低や、いや、鬼監督や、全然丸や、みたいな。結果出したらみんな態度が変わるやん。なんやこれ、みたいなの。俺はだから、理想を追い求めるのはやめた。だから呼び名もそう、理想では呼ばない。またこう呼ばれたいなーって思ってくれたら嬉しいけどな。言うのは簡単。じゃあ行動が伴うて、の話や。やっぱり自分みんな大切にしてるからええね。この昨日も今日も書いてるやんか。自分中心すぎるのと違うかなって書いてたはずやと思うね。やっぱり人間界はどうしても自分中心主義。まあ、言えんけどな。で、まあ、何事にも楽しみを持って、一発試験。これは、俺で言ったらファッションや。ファッションも書いてるやん。ズボンもどうこうもこう、こんなん絶対買えへんかったのに、みたいな。ファッションも楽しんでる、みたいな。で、もうこれって買って、これ腱鞘炎か。これ
加圧何やの、なんか着圧着てて、こう締め付けるやつやね。スマホできるように片っぽみたいな。一日かけて、寝るときは足圧飲むとか。もうそれにすごい頑張ってんねん、みたいな。だからそんなな、水面下にしっかり出る、言わんでもええけど言えへんかったら分からへんや。だから忙しい、どうたらこうたらこうたら、負けへんでと思うけどな。忙しいやつはええと思うねん、それなりに。だから、俺は、俺なりに。怪しき金運なんは、俺とこ振り向いてくれて結構。でも人間界は、自分が一番でええよ。自分の家族が一番でええよ。でも、そのわけに、俺が追ってくれたら嬉しいけどな、みたいな。だから、こう、出しゃばってどうこうで、みたいな。俺がおれへんかったら困る。ない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 、みたいな。ただ、お前らは、これ、俺がおったら困る。みたいな、思ってくれるやんか。だって俺に気に入られたアウトやったら、お前、エンマとか行け言われんねんからな。でも今全部この人変わってるやんか。チョコちゃんもそうやで。もう今死ねへんやん。最近ポロポロ死んでてん。だから今、ふるいにかけて、みたいなな。だからまあ今日はちょっと長なったけどさ、なんか、公園歩いてみ。めちゃめちゃ景色きれいで、またそんな映像も出すわ。な、あ、で、あ、そうやそうや。これな。カラオケ第2弾やけど、これ家の屋上から撮ってんねん。な。暗いかもしれんけど、明るくしていくのは自分やでって言いたいね。最近は暗い。あ、心も暗いけど、待て。明るくするのは自分やでって言って、屋上から、わざわざ屋上に上がって撮った写真やねん、これ。俺とこもアンテナにこのつけへんけどな、今。俺から撮った、俺から西の空を向かって撮った写真やねん。その写真も楽しんでるみたいな。で、これも文字が書けるようにこうやって置いてるしとかな。だから写真を楽しみ、花を楽しみ、同行を楽しみ、カラオケを楽しみ、生き様を楽しみ、ファッションを楽しみ。それが俺人生バレエ主義やと思ってんねん。で、それを個人はやってくれかめへんけど、俺と一緒に共にするやつはガミガミ言うぞみたいな。でも今あんまりガミガミ言うたら、俺は温度、体温とか下がってもアウトやから、俺は俺流で俺らしくってやっていく。今後もその方針は変わらない。3年間、がん発表されて生きてたことに乾杯。ありがとう。チェンマヤジ、今日楽しめよ。な、誕生日イブ。次、ドローン、2月9日。まだまだ先やぞ、みたいな。一応、俺はちゃんと覚えてる。こんな人めったに言えへんけど、ちゃんと覚えてることだけ覚えとってくれ。じゃあね、バイバイ。はい。